本です。今日は足パタ運動をするだけでぐーんと歩きやすくなる簡単トレーニングをやっていきましょう。将来にわたっていつまでも自分の足でしっかり歩くためには、足の筋肉、そして足が自分のイメージ通りに動く柔軟性、この2つというのがすごく大切になります。足の筋力がどれだけあっても、自分の思い通りに足が柔軟に動かなければ意味はないですし、その逆に足がですね、しっかり自分の思い通りに動いても支えられる筋力がなければ動けなくなってしまいます。なので、この筋力と自分の思い通りに動かせる柔軟性というのは、将来いつまでも自分の足で動き続けるためには絶対に必要になってくる部分になるんですね。とはいえ、この2つをですね、別々に鍛えていくとなると時間も手間もかかってしまうので、今からですね、初心者でもこの2つを同時に鍛えられる簡単トレーニングっていうのをやっていきましょう。ではですね、まず座ってもらってですね、このように足の裏と裏をくっつけて座ってください。つかない人はできるだけこの体勢に近づけてもらえれば構わないんで、この状態でですね、手で足を持って、この膝をですね、パタパタと小刻みに動かしていきます。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。関節の付け根あたりを意識してですね、パタパタと動かしてください。これもですね、自分のペースでですね、やってください。別に早くやる必要はないですよ。で、痛み、違和感が出る人はですね、すぐ中止してください。はい、OK です。じゃあ次
はこういう風に上にバタバタ上げていきましょう。これは30秒2セットですね。ここからいきましょう。動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。